こんにちは5月9日です今朝起きたら SSGEOS チャンネルが新しいアップデート動画を上げていました。なんか今回は大地震が来るぞって言ってます。ただ、先に言うとですね、今回、大気変異の場所を見せなかったんですね。で、ウェブサイトで頻繁にアップデートするのでそちらに行ってくださいと言っていて、どの辺りで地震がありそうなのかについては言及がありませんでした。 元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。早速内容に行きます。5月7日の重要な星の幾何学的配列の後に予測した通り強めの地震がありました。太平洋の南東、南米チリの西でマグニチュード5.8から5.9の地震が発生しました。今回強めの地震はこれだけで群発地震はありませんでした。 星の配列に地球がどのように反応するかは地殻のコンディション次第です SSGI グラフを見ると今週は複数の重要な惑星の気化学的配列があるのが分かります今日明日は2つの惑星直列があります今日の後半、地球、太陽、天王星が直列しその後明日は水星、金星、火星の直列があり要注意です 5月11日、プラスマイナス1日で強めの地震から大地震が発生する可能性があります。SSGI グラフを見ると、今週の後半には重要な惑星の幾何学的配列があるのがわかります。5月13日、14日の金星、太陽、海洋星の直列は重要ですが、 13日14日に注目すると赤と紫のピークで示されるように、えっと、これは元動画だと1分38秒ぐらいのところです。金星と火星が直角になるのがわかります。太陽系をもう一度見てみましょう。5月13日には金星、水星、天王星が90度になり、これは要注意です。金星が水星に近く、どちらも太陽に近いので、 通常ペア、でやってきます14日には水星、金星、天王星が直角になります。これと同じことが前回1月にあった時にはマグニチュード7.6の地震が発生しました。その前には去年の9月に同じ配列になりその後マグニチュード7半ばの地震が発生しています。この星の星配列は大変重要で この星の並び方だけから判断するとマグニチュード7半ばの地震が発生する可能性がありますそれに加えて金星、太陽、海王星が直列する今週は要注意ですマグニチュード7級の7レベルの地震が1つか2つ発生する可能性があります13日と14日の惑星の気化学的配列から判断して 5月15日プラスマイナス1日で大きな地震活動が起きる可能性があるので5月14日、15日、16日さらにルーナーピークのある17日に気をつけてください地震の多い地域に住んでいる方は今週気をつけてくださいどこに地震が発生するか厳密に予測することはできません細かいアップデートはウェブサイトでフォローしてくださいということでした 以上です今回は待機変異については、うん、特に触れませんでしたなんでだろうここからはおまけになります <laughs> なんか私コミュニティでも、うん、業務連絡っていう感じでお,お伝えしたんですけどホットメールが使えなくなってここ数日わちゃわちゃしていましたなんか後から気づけばっていう感じなんですが最後にメールの送受信ができていたのは 5月4日でした。<laughs> 気づくのに何日か経ってました。で、無料のホットメールを私、ずいぶん前から使っているんですね。なんか、無制限に使えるような感覚でいたら、最大は5ギガバイトなんですね。で、ここしばらくずっと警告は出ていました。で、5.8ギガバイトくらいまでは、 だましだまし使えていたんですが5.9ギガバイトになった途端ピタッと送受信がもう全くできなくなってしまいましたで5ギガバイトってどれくらいなのか私はまあまあわからないんですがとにかく写真とあと添付の占める量がものすごかったのでまずは仕事関係の添付書類がついている巨大なメールをもう迷わずガシガシ捨てて写真も 出張で仕事している様子例えば留学フェアに参加してたりとかコンファレンスに行っていたりとか何かこうミーティングに行ったりとかあとはインターナショナルスクールみたいなところで撮った写真はもうガシガシ捨ててですね普通のメールもなんじゃこりゃっていうゴミみたいなものは古いものからせっせと捨てましたで一昨日は午前2時ぐらいまで処理し続けたにもかかわらず それでも 5.1GB までしか下がらなかったので諦めて寝ました。5.1GB でもまだ送受信はさせてくれなかったんですね。なんかもう1でも 5GB 以下にしないとダメっていう罰ゲームみたいです。 これ困ったと思ってなんか私一番大変だったのが5.9から5.8に下げるぐらいの時だったんですけど Yahoo! メールのほったらかしアカウントもあるのでそれを使おうと思ったらですね確認メールをホットメールに送りましたって言われてそれは当然受信できていないので見ることができませんでしたなので Yahoo! メールもお預けですで次の作戦は出張した時に、まあ、夜とか 土日に遊びに出かけた時の写真をコラージュにして YouTube にアップしてどんどん捨てていくっていう作戦ですまずは武漢ウーハンのランタンフェスティバルから始めてですね時系列は多分全く無視して自分が面白いと思ったものからどんどんコラージュ動画にしていく予定です サイキックの動画にしか興味ない方が大量に去っていく気がしないでもないんですけれども、これ今の私のプロジェクトなので、予知予測動画の間に挟ませていただきます。よろしくご了承ください。で、写真はですね、スマホになってからの写真しかないので、おそらく2015年が一番古いかなっていう感じだと思います。ところで、 最近おすすめに上がってきた The Coming Convergence もうめちゃめちゃ日本語英語 The Coming Convergence っていう動画を昨日見たんですよねで面白いなと思ったのがこの SSGEOS チャンネルの地震予報に Convergence っていう単語を頻繁に出てくるじゃないですかそれで なんかアルゴリズムがこの人コンバージェンスっていう言葉好きなんじゃないのと思って進めてくれたのかなと思ったりしていますコンバージェンスっていうのは収束収めるに束ねるですね収束っていう意味なんですけど SSGEOS の動画を和訳する時には収束っていう言葉が私は実はピンときていませんななんか仕方なくて 重なるるるととととかか集まるとか、まあ、ちょっっ違う言葉を使っていいことが多いで,すでは今回おすすめで上がってきた動画のコンバージェンスは何なのかっていうとうーん聖書の予言に関する動画だったのでシンギュラリティとかと同じ意味ガラガラポンの意味なのかもしれないと私は思いながら見ました。 回し物ではありませんが、その動画へのリンクもディスクリプションに貼っておきます。で、英語の英語の動画です。日本語の字幕を出す方法をご存知の方はコメントで共有をお願いします。でもう最後、今日から金曜日まで夫のお母さんが夫の弟の家族と一緒にラスベガスに行ってきます。 画伯はまだ AP が続いていて上の子は今週ファイナルなのでちょっといい意味でいいちょうどいい時期に出かけてくれてるかもというわけで Stay safe stay healthy